e g ワインは MacOS で簡単に使える日本語が文字化けしないワインを目標に制作されていたワインのラッパーアプリケーション。マイクインスタウラーなどのように GUI が用意されていないのは開発コストが趣味の範疇を超えるからということと作者が必要性を感じていないため。また Windows アプリケーションのバンドル化を実装しなかったのはソフトウェアのライセンスに疎いユーザーが バンドル化したものを安易に反布できるような形式にしたくなかったため、2019年には 64bitWindows アプリケーションに対応した EGWine64 アップがリリースされ、w i n プ Prefix が6 4ビット用に Library, c a ャ h ャワ s w i n ー Prefixes, Default 64に変更された。2019年10月時点で、 ワインが MacOS Catalina に対応しておらず、新規ユーザーの混乱が予想されたため2019年10月23日にハンプを無期限休止が告知されたが、翌月11月よりピキシーフブースにてハンプを再開した。e g ワインの前身として Nux ワインが存在した。Nux ワインでは Apple スクリプトを用いてワインやワイントリックスの機能を 簡易的な GUI から呼び出せるようになっていたが、Apple Script の管理が手間であることと、インターフェースが中途半端になるため EGWine では廃止された。作者は GUI について、クロスバーフォーマックとの差別化として考えているため、積極的に開発しようとは思っていない。EGWine のバージョンは、ビルドされた日付である8桁の数字とワインのバージョンで管理されているが、 明確なバージョン管理は行われておらずコミット時の開発ログも適当に付けられている。新バージョンのリリースについてはワインのニューバージョンリリース時期や作者の気まぐれで決まるため不定期である。以前はワインの開発版を採用していたが 4X 以降は動作が不安定であるため安定版を採用している。 できるだけ新しいものを取り入れるためギットのスティーブルブランチが使用されている。日本酒とは Easy ワインのベースであり、日本語環境用にカスタマイズされたワインのバイナリ群である。日本酒と Easy ワインに含まれているものはほぼ同じものだが、Easy ワインではワインを呼び出すスクリプトにネイティブライブラリーの自動登録処理が含まれている。 初回起当時にネイティブライブラリーのコピーやレガスバー32などの処理が入るため、日本酒と比較すると初期設定に少し時間がかかる。日本酒制作の経営作者がワインに触れ始めた頃、MacOS のパッケージマネージャーは未だ MacPorts かフィンクしかなく、MacPorts を使用してワインを導入していた。しかし、MacPorts のワインは依存関係が非常に多く、 バリアントで不要なライブラリを除外してビルドできるようになってはいなかった。これはビルドにかかる時間を無視すれば大したことではないが依存関係にあるグストリマーがアプリケーションによって無限にエラーを吐き続けワイングストリマー DLL を無効にしても回避できないという重大な問題があったためセルフビルドすることになった。その過程で都度レジストリを登録して日本語の設定を するのが面倒になったため日本酒を作り始めた。e ージーワインとそのベースである日本酒には日本語環境での動作を最適化するために下記のような工夫がなされている。ここでは根幹部分である日本酒について主に説明する。日本酒では MSUI ゴシック等を置き換えるための設定が自動的に行われる。この動作は ワインの呼び出し方法を変えることで拡張 INF が読み込まれなくなり適用しないようにすることもできる。ドル日本酒エクスプローラー完全日本、ゴムけ設定適用。ドルワインエクスプローラー一部日本、ゴムけ設定適用。ただし、2019年8月版では、拡張 INF だけではなく、バイナリ自体に手が加えられているためハッキーローカル。 マシンソフトウェア、マイクロソフト、Windows NT、カランバージアン、フォンティサブスティットツにある MS シェル DLG など一部の項目は値を変更しても元に戻るためユーザーによるカスタマイズは無視される。ワインは LC 環境変数やラング環境変数で言語の切り替えができるが、これらに JAJP、UTF8 を設定したとしても完全に日本語化はされない。 日本酒にはこの部分を日本語にするためのパッチが当たっているため一部の Windows アプリケーションで採用されている日本語版 Windows 認証をパスできるようになっている。日本酒 EGY によるダークテックス診断ツールの表示ホームブルー、バンワインとの差別化としてゲテックスとによるローカライズがされていない一部のインターフェースが英語のままだが日本酒ではきちんとローカライズされた。 状態で表示されるようになっている。日本酒ではプログラムの起動時に MacOS のメニューバーが自動的に非表示になる仕様になっていた。これは作者が使用していた MacBook Air のディスプレイ解像度が 1366x768 で 1280x720 のゲームなどを Window モードで起動すると縦の解像度が足りず、 画面下が切れてしまうために実装されていた。後期型ではシンボリックリンクの差し替えを行うことによりユーザーが表示、非表示を自由に選択することができるようになっていた。しかしフル HD ディスプレイの普及や一部のユーザーの不満を理由に最終的にこの機能は廃止された。日本酒には和文フォントとしていくつかのフォントが同梱されていた。一時期は MacOS に 標準インストールされている、ひらぎぬ系での代替を行っていたが、MacOS のアップデートによりフォント名が変わり、将来性が確保できないと判断して、再度は文フォントを同梱するようになった。なお、採用するフォントについては次のテストを行って、判断している。まず候補としたのは IPA モナーフォントだが、アンチエリアス有効時のデザインが美しくなかった。時点で、サザナミフォントが、 候補に上がり、採用していた時期もあった。最終的には口述する時代の流れで、アンチエリアスを有効にすることになったため、ウブンツで実績のあった、v l ゴシックが採用されている。ちなみに、MacOS に標準インストールされている大阪は、少々特殊で、ワイン環境の一部で適用されないことがあるため、候補外としている。EG ワインの前身である、ムックスワインから、 フォントのアンチエイリアスは無効になっており、ビットマップが含まれるフォントをメインで採用していた。これは作者がビットマップフォントが好きであるからということと、文字サイズの変化によるレイアウト崩れをできるだけ抑制するためだった。また、リリース当時は i ビーや青鬼といった RPG2 クール2000系のゲームが流行っており、これらのゲームはアンチエイリアスが有効になっていると。 ゲーム内でのテキストが非常に見づらいという問題があったためユーザーのニーズにも合わせてアンチエイリアス無効をデフォルトにしていた。その後、ゲーム以外のアプリケーションを動かそうとするユーザーが増え、フォントが汚いという声が増えてきたため、アンチエイリアス有効をデフォルトにすることにした。なお、このフォントが汚いには2種類考えられ、ビットマップフォントと MacOS の PDF レベルの アンチエイリアスとの差による汚いとビットマップを持たないアウトラインフォントに対してアンチエイリアス向こうを設定した汚いがある。ユーザーがどちらのことを指して汚いと言っていたのかは知らないが EasyWine ではビットマップを含むフォントを採用していたためおそらく前者のことであると思われる。この頃にはフリープの描画品質も非常に良くなっていたため一般的な Windows アプリケーションを使うユーザーからの不満はなかったが一部のゲームユーザーからはやはり不満の声が上がっていた。しかしワインではアプリケーションごとにネイティブライブラリーの設定は変更できても本トのアンチエリアスを切り替える機能がなかったためゲームユーザー向けの設定は断念した。なお2019年8月版ではアンチエリアスのパラメータにパッチを当てており一般的なワインよりも MacOS のレンダリングに近くなるようにしている。現行版では Windows アプリケーションが多重起動できるようになっているが、プロセスの多重起動による Wine レフィックスへの悪影響を懸念してしばらくその機能を無効にしていた。Wine が6 4ビット w i n d o w s アプリケーションに対応してからも日本酒はしばらく対応を見送ってきた。現状のカタリーナ問題からもわかるように64。 ビットのコードだけでビルドしたワインはまともに動かない。ワインホックのビルドガイドにも記載されているが、64ビット、Windows アプリケーションに対応させるためには32ビットと64ビット両方のコードをビルドする必要がある。これはワインだけでなく依存関係のライブラリーも含めての話であり、単純にビルドに必要な時間がこれまでの2倍以上必要になる。また、 ソフトウェアによってユニバーサルバイナリの作り方も異なりビルド自体の難易度が高くなるためテストにも時間が必要だった。これらの事情から対応を見送っていたが、徐々に64ビットアプリケーションに対応してほしいという声が増えてきたため2019年5月版で対応した。日本酒には下記のライブラリーが含まれているためザクアルツのインストールが不要である。なお、 本家ワインホックバイナリにはこれらのライブラリーが含まれていないためザクワルツもしくは自前のライブラリーが必要になっている。バージョンによってこれらのライブラリーの種類に変動があったが最終的に下記のものに落ち着いている。グストリーマー系はオーディオやビデオの再生時にワイングストリーマー DLL がエラーを起こすことが多々あり、ネイティブのクオーツ DLL と比較したところ後者の方が安定している。 ことが多かったためあえてて外している日本酒及び EGY に含まれるライブラリーは、ビルド時に依存ライブラリーの呼び出しを絶対パスから相対パスに変更しているため、例えば EGY64 アップは基本的にどこに置いても実行することができる。ただし、ディスクイメージ上での起動は動作が著しく重くなるため推奨しない。ドルオトゥール L アプリケーションズ egwine64 アップコンテンツリソーシズワインリブリブワインディラブ eegwine アプリケーションズ eegwine64 アップコンテンツリソーシズワインリブリブワインディラブパスリブワイン1ディラブシステムライブラリーフレームワークスコーフウンデーションフレームワークバージョンズ A コーフウンデーション システム、ライブラリー、フレームワークス、コーサーバセス、フレームワーク、バージョンズ、A、コーサーバセス、ユズ、リブ、リブシステム、B、ディラブ、ドルオトゥール、L、ユズ、ローカル、リブ、リブワイン、ディラブ、ホームブルー、ユーズ、ローカル、リブ、リブワイン、ディラブ、ユズ、ローカル、オプト、ワイン、リブ、リブワイン、1、ディラブ、システム、ライブラリー、 フレームワックス、コフュンデーション、フレームワーク、バージョンズ、A、コフュンデーション。システム、ライブラリー、フレームワークス、コーサーバセス、フレームワーク、バージョンズ、A、コーサーバセス。ユズ、リブ、リブシステム、BD ラブ。アプリケーションを単体で実行した場合は、y ク x プローラーが起動するようになっているのでそこから、実行ファイルを選択するか、ファインダーから、 実行ファイルを EasyWine で開くようにすればよい。WineExplorer を使わせようとするのは作者的にこれが一番 Wine と Windows のファイルシステムを理解するのに向いているからという意図がある。EasyWine では Wine を呼び出すスクリプトに対して下記のように環境変数を設定している。Wine では十四ビットと十二ビットの w i n e レフィックスは共存できないため別名の ディレクトリに構築されるようになっている。3 2ビットのワインプレフィックスから6 4ビットのワインプレフィックスに Windows アプリケーションを移行する場合は、単にファイルをコピーするか Windows アプリケーションを再インストールする必要がある。3 2ビットのままで使用したい場合は、後日の3 2ビット専用モードでの起動方法を参照。ライブラリー。 キャッシャス以下のディレクトリは不要ファイル削除系のアプリを使うと削除されるためワインプレフィックスの損失に注意しなければならない。これはワインが不要になった際にユーザーがワインプレフィックスやもの、月光といったファイルをまとめて削除しやすいようにするための措置である。また、一般的なワインプレフィックスである。ワインを使用していない理由はコマンドラインユーザーのための措置である。 e a s y w i n e 6 4アップは名前を e a s y w i n e ップに変えることで3 2ビット専用モードとして動作する。ワインアプリケーションが応答しなくなった場合は、アクティビティモニターよりもターミナルで終了させた方が早いことがある。ドルキラルワインサーバーワインプリーローダー3 2ビットの場合。ドルキラルワインサーバーワイン64プリーローダー6 4ビットの場合。 下記のファイルからなどからワインを起動することができる。ワインは一般的なワインと同じものであり、日本酒は拡張を INF などによる設定などのカスタマイズなどが含まれている。これらのファイルをターミナルから利用することでデバッグメッセージを確認することができるし、ディレクトリの内容をユーズ、ローカル、瓶などにコピーして利用することもできる。EG ワインには ビルド時点での最新のワイントリックスが同梱されており、コマンドラインからのみ利用することができる。EGYNE 環境に対してライブラリーやフォントをインストールする場合はいくつかの環境変数の設定が必要になる。以下はシステムのアプリケーションディレクトリにインストールされている EGYNE64 アップでネットフレームワーク4.5をインストールする場合の例である。なお、 先頭のドルは、シェルのプロンプトであるため実際には入力する必要は、ない。ドルエクスポートパスイコール、アプリケーションズ、EG ワイン64、アップ、コンテンツ、リソーシズ、ワイン、ビン、ドルパス。ドルエクスポートワインプレフィックス、イコールドルホーム、ライブラリー、キャシャス、ワイン、プリーフィックス,ス、デフォルト64、ドルワイントリックスダトネット45、 ワイントリックスだけを更新したい場合はファイルを差し替えるだけでよい。ドルカ t o ohttps コロンスラッシュスラッシュロード i t h u b u s e r c o n t e n t w i n t r i c k s スラッシュ w i n e t r i c k s ラッシュ s r c w i n e t r i c k s ドルツマド、X ワイントリックス。ドル MV、ワイントリックス、アプリケーションズ、EG ワイン64、アップ、コンテンツ、リソーシズ、ワイン、瓶、ワイントリックス。検証の際に作者が、日本酒バンワインとホームブルーバンワインとマクポーツ、バンワインを使うので違いがわかりやすいように、したかったから。ネイバーまとめでは、各項目を、 パーツとして管理しているためコンテンツの差し替えが簡単であり、ページ内コンテンツの並べ替え等が発生した場合にも、ドラッグで項目が移動できるので、メンテナンスが楽だからということと、PV 数に応じて誰にも迷惑をかけずに広告費が入るから。インセンティブは、ワイン系導入士の制作費とワインプロジェクトの支援のために使われる。ありがとうございます。